こんばんは、大島です。ちょっとすみません、名称をしてまして、実り薬店の大島と言います、うちの店は大阪の吹田市の万博エキスポランドのところにありまして、アサヒビール吹田工場、あそこから信号5つ茨城の方に来ていただくとあります。駐車場もありますので、今日はダイエットなんですけども、4日間、たったの4日間ですね。3月4日から3月の8日でいい結果出してくれある方がおられましたので、その方紹介したいと思います。すごいですよ。じゃーん。45歳女性、4日間、4日から8日まで、体重なんと 1.7キロ、そしてそのうちの体脂肪がなんと1.6 キロなんですよ。ほとんど体脂肪ですよね。そして体脂肪が減ればお腹がへこみます。これがいいダイエットなんですね。計測では 1.9 センチへこんだと出ています。いかがですか皆さん。いいダイエットというのは体脂肪が減ることなんです。体脂肪が減ればお腹周りが減ります。どこやねんって言うたら、へそ下5センチぐらいですね。一番そこに丹田いうとこあるんですけども、それ一番へこましにくいとこなんですね。ウエストのここやったらね、ふーって息止めたらね、10センチぐらいへこみますけども、へそ下5センチは何倍やってもあんま変わらないですね。そこを測っていってください。ダイエットは脂肪が減ることイコールお腹がへこむことなんですね。だから顔からやつれたりするとすごく体がだるくなったりすることが多い。やつれになっちゃってる可能性が高いんですね。そのあたり注意してダイエットしてください。肝臓に負担かかったり、筋肉が落ちて風邪ひきやすくなったり、髪の毛がガサガサになったり、集中力がなくなったり、それってダイエットじゃないんですよ。それはね、我慢大会なんですよ。それではね、3、4キロも痩せれないと思いますよ。しんどくなるから。ダイエットは、体脂肪を減らすこと。OK ですか？お腹周りがへこまないと意味がないですよ。そのあたり、もう少し詳しく聞きたいかなっていう方は、僕まで電話でも、お店でも来てください。正確なかね、薬屋さんらしいいいダイエットを提案したいと思います。いかがですか？春ですよ。もう卒業式、入学式、新社会人。今、やはりダイエットはピークです。頑張りましょう。僕も、4月からの、PTA 活動に向けて頑張っております。はい、皆さんも頑張りましょう。ご連絡お待ちしてまーす。ガリガリになりますよ。